皆さん、焦点の時間でございます。なんとか都会に行きたい皆さん、うん、こんな丸々なとこうんざりなどですね、今住んでいるところの嫌なとこを言ってください。私がですね、都会も楽じゃないよと言いますので、さらに返してください。と嫌なところか。はい。あ、じゃあ千野さん、こんな売れなさそうなご当地商品ばっかり並ぶスーパーなんてもううんざりだ。都会も楽じゃないよ。じゃあなんでそんなみだらな肉体なんだよ。どういうことみだらって、チーナ大切なから浴場してるってこと。まあ、そういうことやな。日本語が分かってるやとすればそうや。そういう目線はね、常々感じてた。ああ、まあ、そうなんや。ちょっと距離置くね、じゃあ。どっちと？どっちもやけど。なんで？俺が無罪やったやろ。あんなに近く接してくれてたじゃん。じゃあ、はい。ゾノさん。こんな車がないと移動できひんところうんざりやわ。都会も楽じゃないよ。でも言うて、お前も住んでるところ都会ちゃうやん。おいおいおい、はい、司会者ディスはやめて差し上げろ。閑静な住宅街に住んでおります。車いりますよ。いります。司会者はちょっとお前郊外寄りのお前あれ金持ちが住んでそんなとこ好きやねんか、やめたりも。スチー候補に上がってくるとマジ不便やねんな。はい、トムさん、もうこんな虫とか生き物みたいな田舎うざりや。都会も楽じゃないよ。確かにな、汚いゴキブリとネズミしかおれへんしな。確かに。そうやね。うん、だから郊外なんですよ。郊外だから虫はおるやろ。郊外ででかい生き物がおるや。前住んでたところめちゃカエルも大合唱してなかった。大合唱してた。あれはでも田んぼが近かったからね。そりゃ出るやろ。家の向かいの用水路には何か謎の生物がこうやってタタタタタって泳いよってしよう。結局何やつだ、少年が喜んで取りに行くやつやんけお前。いや、違うね、なんか四足歩行の生き物やで。え、デカめのオオサンショウウオ。いや、違う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 、なんかね。お前めちゃめちゃ綺麗なとこ住んでるやん。お前、宝やん、もはや。こちらの画像に一言添えてください。一言か。ほんま坊主のガキが二人で遊んでる画像やったんですけど、乳首が出とったんで変更しましたね。ああ、YouTube さん配慮。YouTube さんの配慮ですか、これ。じゃあその意図を汲み取りましょう。え、何？あれが20年後のお前や。懐かしい。懐かしいよ、これあったな。懐かしい。いやでもあれやな、年も経ってあれやね、着ている服もやっぱちょっとくすんできてるね、色くすんできてるね。同じ使い込んできた証やねこれな。はい、トノさん、やかましいわシリーズお待たせしました。何それ。何、やかましいわシリーズ。そうだよ、やかましいわ。お前、ほんまに、お前、ずっと、お前、ってこれ、お前。まあでも、これは別に何がおかしいやろな。面白いやんな、これ。お前、また汎用性の高いもん。ほんまに。そうだよ。じゃあ、はい。ゾウさん。これは多分皆さんよく見たフレーズかなと。よく見た。素人は。見た、これ見た。あー、リーダーこんなとこにおったんか。なんか見覚えある顔してんなと思ってん。リーダーじゃなかったか。まあ確かに素人は黙っとるやけど、僧侶も大体黙っとるやろ。まあ食べんな僧侶はあんまり見えへん。じゃあはい、トノさん、もうね答え出したんで僕も自由な発想でいきたいと思います。お、はい、半分は服着てそう、半分はバスタオル巻いてそう。何を言うてんの。スタイル、お前、お前ちょっと一回尿検査やなこれ。お前ちょっと一回尿検査やこれ。半分に分けるとそう見えるという。